今日は壊れた破損したブレーク球の先を見てください。これ今先頭の一体型の上が、欠けたという形になってますね。これでとあるネットカフェの旧先なんですけども、破損した状態でずっと放置されていたらしく、少し角が丸くなってきてます。多分、若い人たちが知らないでただこれでついてたということになるんだと思いますが、結局、これ破損ということで破棄されました。でこの状態でジャンプが飛ぶかどうかということです。これから実験します。多少もうかけた後にガツガツ疲れたらしいので、多少 R がついた状態、木の状態に R がついている状態、この状態でジャンプが飛ぶかどうかというところを実験してみたいと思います。はい、このままカメラ回していきます。この実験で、これから先